蜂蜜レモンが、消えた？何をがっくりしてんだ？昔好きだった飲み物、最近全然見ないなと。ああ、蜂蜜レモンは、まだ販売はされてるが、見ることは減ったな。だよね。もう、レアになっちゃったわ。昭和の頃に飲んでた飲み物も、もう、すっかり見なくなったし。平成でも起こることだから、昭和なんて、もっとでしょ。ということで今回は、いつの間にか消えていた、昭和の飲み物について語るぜ。まずは、メロイエローだ。戦隊ものの名前みたいだね。レッドとか、いそうだよな。黄色は、食いしん坊キャラね。実際、食いしん坊だったイエローは、少ないんだけどな。まあ、それは置いておくとして。メロイエローは、コカ・コーラがアメリカで1979年に発売した、柑橘系炭酸飲料だ。柑橘系なのか。でも、それっぽい。日本ではいつ頃？日本では、1983年販売開始だな。松井直美が CM をしていたのが印象的だ。キャッチコピーは、とっても訳せない味。なんか面白そうだね。柑橘系というから、CC レモン的なのを想像してたけど、違うんだね。ああいう、ザ、柑橘類というのとは少し違う味かもな。どういう味だったの？思い出を頼りに話すことになるが、ほぼ、マウンテンドゥーだ。そっち方面の味なの？マウンテンドゥーが先にあって、コカ・コーラが対抗して、出した商品だから、当然似るだろうが、実際、かなり近かった。マウンテンドゥーは、今もあるよね。どっちも知らないという人向けに、味を説明してほしいな。レモンライム風味という感じだぜ。まんま、マウンテンドゥーじゃん。飲み比べたことはある？あるが、実際、9割くらい同じに感じたな。ジェネリックマウンテンドゥーだ。2本目は、コカ・コーラライトだ。ライトなんて、あったねー。1984年に発売された、低カロリー路線のコカ・コーラだな。その前に、ダイエットコーラってのもなかったっけ？1982年に、アメリカで大ヒットしたな。日本では？人工甘味料の味が嫌われがちだった。というか、まずかった。まずかったのか。それで、日本コカ・コーラは、国内向けに味と低カロリーを両立させた。新しいコーラを作ろうとして、できたのがライトだ。発売は、1984年だったな。実際、どういう味だったの？確かに、人工甘味料は使われてるし、実際、その味もするんだが、加糖があるからか、後味はそこまで悪くなかったぜ。つまり、飲みやすかったんだね。当時のダイエット系コーラの中では、抜群に飲みやすかった。なるほど。カロリーは、どれくらいだったの？ 100ml あたり、12キロカロリーだぜ。おお、かなり低い。じゃあ、普通のコカ・コーラは？ 100ml あたり、45.9kcalだ。こうして比べると、かなり違うんだね。あ、でも、コカ・コーラライトももうないんだよね。もうないぜ。15年愛されたが、1999年に生産終了した。ダイエットコーラの国内再販売と、同じタイミングだった。人気のなかった方とあった方が、入れ違いになったのか。ただ、その後、コカ・コーラゼロが発売されて、今も人気だな。こうして、ダイエットコーラの系譜は、脈々と受け継がれていくのでした。3本目は、ペプシライトだ。お、ライバル商品だ。当時の販売元は、ペプシコインクだな。今はペプシは、サントリーだっけね。そうそう。これも、低カロリー路線コーラ？当たり前だのクラッカーだな。発売は、1983年だ。ダイエットコーラより後で、コカ・コーラライトより前ね。絶妙な位置にいるよな。コーラのライトというネーミング、完全に意識してるな。ペプシライトの面白いところは、甘味料の種類だ。種類？ステビアという甘味料だな。聞いたことがないな。南米原産のキク科植物の葉に含まれる甘味成分を抽出して生成したものだ。天然甘味料なんだ。甘さは砂糖の200倍もあるぜ。くっそ甘い。他の低カロリーコーラが人工甘味料を使う中で、ペプシは天然甘味料を使ったというのがポイントなのね。健康志向の人にはいいな。当時の日本だと健康志向が強くなってそう。まさにそうで、植物性甘味料が脚光を浴びたんだ。まあ、アメリカを含め、海外では珍しかった。だから、日本独自で開発してたんだろうぜ。日本の顧客ニーズに合わせた形、ということなんだろうね。4本目は、ウィスパーだ。ささやき声？それは、ウィスパーボイスな。これは、サンガリアから、1983年に発売された炭酸飲料だ。1、2、サンガリア。もともと、瓶入りのジュースとして販売され、結構人気があったんだぜ。瓶入りか。昭和の時代は、瓶入りジュースがかなり多かったな。そのイメージはあるね。いろんなところに、瓶で置かれてるイメージだわ。実際そうだしな。
関西だと、粉物屋には、瓶ジュースは鉄板だったな。鉄板焼きだけにね。銭湯なんかにも、瓶の炭酸が置いてたし。粉物屋でも銭湯でもそうだけど、こう、ぐいっと行きたいよね。わかる。そんな感じで、ウィスパーも各所で人気だったぜ。どんな味だったの？蜂蜜と、柑橘エキスを使ったシトラス風味だ。へぇ、結構変わった感じなんだね。炭酸飲料に蜂蜜を使うのは、当時からして珍しかったな。今では、あまりイメージないけどね。飲み口は、柔らかめの口当たり。炭酸は、あまり強くない感じなのかな？微炭酸だったな。味に関しては、そこそこ蜂蜜が主張してきてるが、後味は柑橘感が強く、かなり飲みやすくて美味しい。飲みやすいのか。子供に人気がありそう。実際、店でよく子供が飲んでたな。大人は瓶ビール、子供は瓶ジュースね。そんな光景に彩りを添えていたウィスパーも、終売になった。ただ、2018年に、ペットボトルでは復刻されてたな。今は？今は買えるの？復刻後、割とすぐ終売になって、今では販売されてないぜ。5本目は、チェリオオレンジだ。チェリオだ。自販機でよく見るね。安くて、結構美味しいから好き。チェリオは安いよな。学生の味方だ。うんうん。まあ、チェリオはブランド名で、いろいろな種類があったな。オレンジは、代表としてあげたんだね。加えて、なかなか買えないラインナップになったしな。いつからあるの？それがな、諸説あるんだ。諸説あるの？現在は、1965年と公表されてるんだが、過去には1963年、1964年、1967年とか、いろいろな年が公表されてたんだ。公式すら曖昧なの？それほど根付いていた、ということでもあるんだろうがな。根付きすぎでしょ。もともとは、日本セブンアップ飲料ほか、セブンアップのボトラーが、ファンタの成功を見て、アメリカで販売されてたハウディを改名して、発売したのが始まりだ。セブンアップ関係の会社だったのか。ボトラーというのは、清涼飲料水の濃縮原液の仕入れをして、水で薄めてボトルに入れて、最終製品にする会社のことだ。下請けみたいなものなのかな？イメージとしてはな。セブンアップの日本法人は、ハウディのままで販売したかったが、本社の許可が下りず、瓶の形状だけ流用して、チェリオとして販売したぜ。許可が下りてたら、チェリオという名前はなかったかもしれないんだね。今は販売されてないの？今は、瓶入りは全部、チューブエリアだけだな。チューブだけなんだ。ペットボトルに関しては、オレンジだけ、どこにもないぜ。オレンジだけ？当時からあるグレープ、メロンは、ペットボトルで現在もあるのにな。不遇のオレンジ。6本目は、ミリンダだ。全く知らないのが来た。ペプシコが販売してたジュースだな。ペプシコなのか。日本では、1964年に発売されたぜ。もともと、スペインで売られていたフルーツ風味の炭酸飲料でな。スペイン、パルケイスパーニャ、客だけが足りないテーマパーク。ペプシコが、商標購入後に、世界各地でファンタと競合する形で展開したぜ。ロシア、中国、東南アジア諸国、中近東、南米では、今でも大人気のメジャーブランドだぜ。日本では、もう売られてないし、知らないという人も多いよね。私も知らなかったし。世代によるだろうな。販売されてた当時を知ってる人には、存在感があったと思うぜ。ペプシがファンタみたいなのを出した。というのは、話題になりそうだよね。ペプシ派は、フルーツ系炭酸も、ミリンダ派だったイメージがあるな。あ、そういえばミリンダって、名前はスペインと関係あったり？エスペラント語で、不思議な、素晴らしいを意味する言葉だ。おお、かなりいい名前。CM では、水前寺清子、アグネスちゃんや大貞治などが起用されてたのが、印象に残ってるぜ。ビッグネームだ。7本目は、コロナパインだ。おお、今は敏感になっちゃいそうな名前。こいつは、地域限定品だな。限定なのか。ほとんど情報がないぜ。まあ、全国販売じゃないとね。山形県上山市にあった、新小屋という駄菓子屋が作ってたんだ。思った以上にローカルだった。そりゃ、情報がないわけだよな。どういう味なの？飲んだことはないが、味はパイン味らしいぜ。コロナパインという名前だしね。にしてもパイン。珍しい味だよね。当時としても、今としても。炭酸ジュースの味としては、珍しいな。いやー、飲んでみたかったなー。当時は、地元の中高生が、学校帰りに店先で飲んでたそうだぜ。地元の人は、今も覚えてるかもな。刺さる人には、刺さる話だったんだね。8本目は、プラッシーだ。これも知らないなー。1958年から2021年まで、販売されてたぜ。え、結構最近まであったの？実はあったんだよ。私もびっくりしたぜ。
武田薬品工業が販売していて、子会社の武田食品工業が製造してた。瓶ジュースで、自販機となぜか米国店にもあったな。お米屋さん、本当に、謎だよな。謎すぎる。母体の武田薬品工業は、小売店への販売ルートを持ってなかったんだ。まあ、製薬会社が母体だしね。だからか、流通経路を米国店に絞ったんだな。なんで、お米屋さんのルートはあるんだ。ビタミン強化米のポリライスを販売していたからだ。それで、ルートを持ってたんだ。主食の米に不足な栄養素を補うという目的で、いろいろな飲み物も出してたぜ。どういう飲み物だったの？プラシーは、みかん果汁入り飲料に、ビタミン C を加えたものだぜ。ということは、味はみかんなのね。ああ、当時のプラシーには、ジュースに似せた食感を出すために、みかんの絞りカスまで入れられてたからな。最近は、そういう果肉入りみたいなジュース、結構あるよな。最近どころか、平成ではすでに、大量にあったわ。ちなみに、米国店で売られてたからか、変な都市伝説も生まれたぜ。都市伝説？米の研ぎ汁が使われてるという、都市伝説だな。んなアホな、と思うけど、まあ、仕組みを知らなければ、そういう話も出るよね。9本目は、パレードだ。ハイヤーはフルタイヤ？平沢進むではない。パレードは、1965年に、全国清涼飲料水工業会が、中小メーカーの統一ブランドとして開発して、販売してた商品のことだ。ということは、いろいろな商品があるのね。あったぜ。メロンソーダなどのジュースもあれば、ミルクセーキやコーヒーもあったな。手広くやってるんだな。炭酸もオレンジジュースもいろいろあったが、特に人気なのは、ミルクセーキとコーヒーだな。コーヒーは、あれでしょ？コーヒー系飲料だよね？まあそうだな。銭湯にもよくあった。自販機とかでも売られてたが、銭湯や飲食店には、特に多かったぜ。瓶飲料は、飲食店が強いよね。昔は、自販機にも瓶があったが、まあ、外食で飲んだ印象は強くなるな。外食という思い出込みで、印象に残るもんね。それで言えば、パレードコーヒーは、銭湯で飲んだ昔の味だし、パレードのメロンソーダも、粉物屋で飲んだ記憶があるぜ。また粉物屋。10本目は、オレンジエイドだ。オレンジ系の飲料というのは、わかるわ。サントリーから、1976年から1980年代まで販売されてた、オレンジ味の清涼飲料水だぜ。炭酸は入ってるの？炭酸は入ってないな。じゃあ、純粋にオレンジジュースだ。果汁 10% だったな。当時のオレンジエイドの強みは、1リットル瓶だ。1リットルだったんだ。当時は、瓶で飲み切りジュースがほとんどだったからな。そんな中、家庭で飲める1リットル瓶が注目されたわけだ。コップに注いで飲めば、瓶で保存もできるしね。まあ、早めに飲んだ方がいいけどさ。1リットル170円で6杯飲める。が謳い文句だったぜ。費用対効果が高いんだな。友達のお誕生日会で出てきそう。まさにそれだった。これか、バヤリースか、プラシーかだな。11本目は、カピーホワイトだ。どことなく、カルピスを感じるわ。察しがいいな。販売は、カルピスだぜ。ネーミングとパッケージのデザインが、カルピスっぽいよね。わかる。白と青だしな。これは、1983年に発売した乳製アルカリ飲料だ。カルピスだし、乳製だよね。で、この飲み物で印象的なのは、味というより CM だ。CM？ この飲み物のキャッチコピーが、白昼堂々新発売だった。少し刺激的だね。CM ソングも気だるい感じで、妙な色気があったし、CM の主役は、大胆なバックショットのヌードだったしな。ヌード？大人な CM すぎるよな。お茶の間、気まずいって。大人も子供も、お姉さんも。マザー通貨よ。味は、CM のイメージと違って、ソフトな感じだった。カルピスみたいな濃厚かつ、爽やかな感じではないんだね。そうそう。健康飲料だし、ちょうど、健康飲料が流行った時期だし、カルピスとしては、出さないわけにいかなかった商品だ。カルピスこそ、健康を謳った飲料の階層、という感じだもんね。味は、あまり美味しいとは言えなかったけどな。言えなかったのか。12本目は、カプリソーネだ。名前から、全く想像がつかない。どんな飲み物なんだろう。ドイツの飲料メーカー、ビルドが販売した果実飲料だな。ドイツ語では、カープリゾネと発音するんだが、日本では、カプリソーネになったぜ。特徴的なのは、軟質アルミパックだ。え？瓶とか缶とかじゃないの？そうなんだよ。変わってるよな。軟質のアルミパック、イメージできないわ。少し質感が硬い紙パックをイメージするといいぜ。ということは、飲み方は、まさかストロー？その通り。先の尖ったストローで、容器に刺して飲むんだ。マジか。
あと、軟質アルミパックという特徴から、冷凍庫で凍らせることもあったな。ああ、シャーベット。そうそう。あれも良かった。絶対美味しいやつじゃん。日本では、1979年に、江崎グリコがビルド社とライセンス契約をして、1980年に近畿で販売を始め、1984年には全国販売になったぜ。まず、近畿からだったんだね。CM は、松田聖子とユートピアなどが印象的だな。ビッグネームだ。ただ、1989年に契約を解消して、販売も終了になった。ライセンス契約で販売してると、そういうことにもなるんだね。その後、ライセンスは宝酒造に移譲。まさかの宝。こっちも、関西で強い会社だね。ただ、宝酒造は、通常のカプリソーネは販売しなかったぜ。ビタミンパーラーシリーズなどの、栄養成分強化系ばかりだったな。しかも、アルミパックをやめて、缶やペットボトルだったし、かなり違ってた。マジか。それはすごく残念だね。今、飲めるのかな？今飲むなら、輸入食品を扱う店で、在庫を探す感じだな。輸入だと、高くなるからな。まあ、見かけて懐かしく感じたら、飲んでみてほしいな。13本目は、サスケだ。1984年に、サントリーフーズが製造販売した炭酸飲料だ。サントリーなのか。というか、炭酸なのね。コカ・コーラに対抗する商品として、出たものなんだぜ。まあ、1985年には販売終了したが、コーラに対抗するのは難しいよね。味はどうだったの？コーラと同じような黒褐色で、チェリーなんかのフレーバーを、つけたのが特徴だぜ。人を選びそうだね。チェリー風味のドクターペッパーとかも、かなり人を選ぶし、子供にも飲みやすいようにと配慮した結果、人を選ぶ感じになったな。それで、あまり支持されなかったのか。短命だった理由は、それだな。容量は、250ml と 300ml の2種類。小さめなのも、あるのね。コーラに対抗するということで、宣伝にはかなり力が入ってた。そりゃあ、力を入れないとね。ディレクターには、当時売れっ子の川崎徹。コピーライターは、糸井重里。アートディレクターは横尾忠則で、CM 音楽は坂本雄一だ。凄まじい気合の入れようだろ。本当に、すごいメンツだと思うわ。CM は、コーラの前を猛スピードで横切るシーンが印象的だな。昭和って感じがするな。比較広告に厳しい日本では、ギリギリの表現だな。日本は、広告で自虐するイメージがあるわ。セガとかな。セガなんてダセーよな。のやつね。14本目は、テラだ。テラ？味の素から販売された、スポーツドリンクだ。味の素って、飲み物作ってたの？まず、そこから驚くよな。だって、調味料のイメージしかないし、作ってたんだぜ。にしても、スポーツドリンクか。1984年に発売されたんだ。当時としては、スポドリといえばポカリで、他は少し珍しかった。まだそこまで、浸透してなかったのかな。売りは、どこにあるの？アミノ酸が含有されてることだな。おお、スポーツには欠かせないよね。今では、スポーツ後にアミノ酸を取るのは、割と常識的だな。肉体疲労にもいいんだよね。ドラッグストアで、アミノ酸飲料をよく見るわ。当時は、すでにポカリスエットがあり、ライバル視してたんだろう。缶の色が、ポカリ感あるよね。最初はノーマルな味だけだったが、後からレモン、ピーチ、アップルなど、いろいろな味が発売されたな。で、競合企業が売り出した、このスポドリは売れたの？あまり売れなかったと記憶しているぜ。ポカリと同じ土俵には、上がれていなかったな。やっぱりそうなのか。飲んだことがないけど覚えてる、という人が、なぜか多い。不思議な飲み物だ。15本目は、ユーミー。ユーミン？それは松任谷由実。ムーミン？それは谷の妖精。あいつ、妖精だったのか。ユーミーは、1967年に誕生した、大阪市東区の統一ブランドの、ユーミー会が展開していたブランドのことだな。これも、統一ブランドなんだ。ユーミー会には、58社が加盟してたぜ。結構多い。関西では、割と見かけた飲み物だな。瓶入りで、クリームサワーやコーヒーが、よく売られてたぜ。クリームサワー、美味しそう。味は、甘みと酸味が見事にマッチして、チープな味ながら、美味しかった。チープな味だったのか。駄菓子感があったな。今でもあるのかな？全く見かけないから、消えたんだろうな。京都では、2011年頃までは見かけた、という人もいるんだが、一部の地域では、細々と続いてたのかな。16本目は、ネイポンだ。ユーミーと、似た匂いがする。まあ、瓶の感じとかは似てるが、実際には全然違うぜ。そうなのか。これは、どこが出してた飲み物なの？神戸市兵庫区にあった有限会社、鶴屋食品研究所だ。鶴屋食品だ。
なんか、ぱったり聞かなくなったなぁ。懐かしい名前だわ。2007年に廃業したからな。マジか。レイポンは、果汁 10% のオレンジ味清涼飲料水だ。オレンジ味。昭和時代後半に、阪神間を中心に販売されてたぜ。小規模なんだね。もともと、主力商品の瓶詰甘酒とともに、みかん水のアップルなど、当時一般的だった、無果汁清涼飲料水を作ってたんだ。みかん水なのにアップルとは、ご霊下に。そんな中、創業者の上田豊が1963年頃に、果汁を使った健康的な飲み物を作ろうとして生まれたのが、ネイポンというわけなんだね。容量は、200ml 瓶だぜ。一般的な、飲み切りサイズの瓶ジュースって感じ。濃縮じゃない天然果汁で、美味しかった。天然果汁なのは嬉しいね。ただ、その分生産コストが高くてな。ああ、主力にはなれない感じだね。関西でも、阪神間以外では知名度が低かったんだが、90年代前半に、中島らものエッセイ集や、ナイトスクープなどで紹介されてから、人気になってな。それは、人気が出るわ。全国的に知られるようになり、県外からの注文も増えたんだ。メーカーとしては、嬉しいだろうね。ただ、阪神淡路大震災により、地場の小売ルートが激減してしまう。末期には、ネット通販などを行ったが、どうしてもダメだったんだぜ。それで、廃業したというわけだ。そして、生産も同時に終わっちゃったと。ただ、愛好家が多くてな。味を再現した濃縮シロップが開発され、今でも販売されてるんだぜ。愛好家の愛がすごい。最後に、番外編として、キューピッドを紹介しよう。どうして、番外編扱いなの？メーカー販売の飲料じゃないからな。というと？喫茶店メニューとか？そうそう、昔の喫茶店の定番メニューだったんだ。マジか。喫茶店文化が盛んな関西で、主に人気があったな。どういう飲み物なの？カルピスのコーラ割りだ。シンプル。だけど、あまりやらない組み合わせかも。作り方は簡単。カルピス原液にコーラを混ぜるだけ。簡単だ。糖度の違いから2層に分かれるが、飲むときは混ぜるぜ。分かれた状態だと、現代人にも映え、とか言って受けそう。確かに。面白いかもしれないな。まあ、今では消えてるんだね。味はどうだった？すごく甘い。甘いものに甘いものを足してるしね。カルピス原液の濃厚な甘みと、コーラの爽やかな甘みが混ざって、すごく甘い。甘いしか言ってないじゃん。ただ、コーラの炭酸が、それを流してくれるからか。不思議としつこくなくて、あまり飽きが来ないんだ。マジか。かなり美味しそう。もともとは、バーで出してたノンアルカクテルだったらしいんだがな。それが、喫茶店に行ったんだね。まあ、バーと喫茶店は近いところにあるし、今は、提供する店は、ほとんどない。ほとんど？兵庫県明石市の喫茶吉田では、出してるみたいだぜ。おお、だけど、家でも再現できるし、飲みたくなったら家で飲めるね。割合は難しそうだけどさ。まあ、近隣住人なら、吉田で飲むといいかもしれないな。ということで、今回の話は、ここで終わりだぜ。思ったより、長くなった感あるね。意外とな。私はなんか、地域を絞ってた飲み物に、かなり興味が湧いたわ。ネイポンとかな。再現シロップを開発して売る、という愛がね。みんなは、思い出深い飲み物とかある？よければ、チャンネル登録、評価、コメントもしてくれると嬉しいわ。ご視聴ありがとうございました。